じゃあ入っていきます。いいですね。というわけで始まります。今日はですね、湯原温泉に来てます。まあ、今温泉街の中なんですけれども、まあ、こちらね温泉三間坂三湯の中での一つに入るというぐらい、有名なね温泉街に来てんですけど、まあ、こちらをずっと進んだらその砂湯というね無料の露天風呂があるということで、今回はちょっとそちらの方にね行ってみようかなと思います。本当にこの夜の時期は時間帯はね初めての撮影になるんですけどもね、ちょっといろんなねあの飲み屋さんというかあのご飯屋さんあったりとかですね、ちらほら観光客もいるかなと、まあ、GoTo トラベルとかその関係ですかね。はい、というわけで今日は、湯原温泉の夜のシーンをお届けいたします。始まっていきます。居酒屋さんがやってるみたいですね。うどん昼前そば、いいですね。まあ、値段も普通ですね。はい、お食事どころということで、結構ねそば系というか麺系とかがね多いですね。はい、まあ、なんかこちらなんですけどね、千と千尋の神隠しのねモデルになったとね言われる、あどうもです、場所なんですけどね、結構もうこれ歴史もね長いということで、ね、はい、でこちらもね普通の温泉ですね。はい、でこれがね昔からある、まあ、温泉の神というかそういうもんですかね。まあ、こういうね温泉街の中にね、ポツンとじゃないですけどあるっていうのもなんかいいですよね。あーでもねかなり冷えてきますね。まあまだ12月入ったばっかりなんですけど、風がね、ライトアップ、ライトアップが綺麗ですね。カジカソ旅館、はい、桜と紅葉の名所露天風呂砂湯ということで、もう残念ながらね紅葉シーズンは終わったんですけども、まあ観光スポットの一つとしてやってるわけです。非常に楽しみです。はい、露天風呂砂湯ということでいろいろ書いてます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで、砂湯に行ってきたんですけども、まあ、こちら、やはりね、奥の方に、中に入ったら撮影禁止ということで、まあ、撮影禁止なんですけども、特別な許可がいるということで、で、おそらくその観光協会か警察の方に、聞いたら多分分かるとは思うんですけど、まあ、時間的
にもねちょっと時間かかるので今回はやめておきます。はい、というわけで砂湯にね入ってきたわけですけど、まあ簡単な説明なんですけども、まあ長寿の湯と美人の湯がありまして、長寿の湯の方はちょっと厚めかなと、で美人の湯はぬるめかなということで、まあ個人的には、美人の湯かな、そんなに熱くなかったので、でそっからの長寿の湯入って帰るっていうのが個人的にはいいかなと思います。はい、まあ残念ながらというわけにはいかないんですけど、まあこちらね無料で開放している、入っていこうかなと思います。よいしょ、まあ、これだったら多分大丈夫かなと思います。よし、じゃあ入っていきます。よし、よっこいしょ、おあったかい、おお。いいですね。でこの手入れることできるんですね、手を入れて、でちょっと反対になってしまったんですが、こういう感じでね、この半咲きですかね、このエリアがいいんですけど、この湯原温泉のねマップというかいろいろ書いてます。結構これ街歩き的には楽しいんじゃないかなと思います。いろんなものがねありますね。いいですね、湯煙が。またこれも、はい、というわけで今回は茨温泉の夜バージョンをお届けいたしました。まあ昼間では見れないね情報、あの様子、街並みね、感じることができました。居酒屋さんとか、温泉アンドさんとかね、まあそれ含めてかなり風情のある、茨温泉かなと思います。はい、というわけでね、まあその温泉砂湯の内部は撮影できなかったんですけども、撮影できなかった分皆さんでね、皆さんの足でぜひ行って、確認体感いただけれたらなと思います。はい、それでは、こういう感じで終わらせていただきます。ありがとうございました。それではまた。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。